佐敷城は、日後国の南部、現在の熊本県足北郡足北町にあった日本の城。加藤清正によって築城された近世の佐敷城は、佐敷花岡城とも呼ばれる。佐敷城の城下は、薩摩街道と人吉街道が通る交通の用地であり、戦国時代中期までは、相原市、戦国時代末期には、島津市の勢力拡大をめぐって、 佐敷城の攻防が繰り返された。城石は国の史跡に指定され、指定名称は佐敷城跡という。佐敷城の名は在地の豪族である佐敷氏が寄る城として南北朝時代から歴史書に登場するが、その所在地は今日の佐敷城市ではなく、その東に位置する東の城が中世の佐敷城であったという説が有力である。 この中世佐敷城をめぐって、八代を本拠とする名橋と熊から勢力を伸ばした、相良氏との間で争奪が繰り返されたが、1559年、日後守護である菊池ため国により相良氏の足北領有が公認される。1581年、島津義久は相良義洋と水俣で戦って、これを下し、足北軍を活上させて、家臣の宮原慶守を、 佐式状代,代とする。ついで、八代軍も併合した島津氏は、日後へ進出する道が明け、囲碁左官に九州各地を計略したが、1587年に、豊臣秀吉の九州征抜を受けたことにより、日後の諸城を放棄して撤退を余儀なくされた。豊臣政権の下で、日後の領主に任じられた笹成政の統治は、黒人一揆によって短期に終わり、 五百八十八年、足北軍は、日後北部の半国を配慮した、加藤清正の飛び領地となる。加藤清正は、花岡山に石垣を巡らした金星の佐々城を築き上げ、加藤茂津具を城代としておいた。五百九十二年六月、城代の加藤茂津具が、文録の役に従軍して不在であることに乗じて、島津敏久の家臣である、梅北軍二軒が、 佐敷城を占拠したが、井上義弘など、留守役の働きで梅北国県は打ち取られ、佐敷城は奪還された。朝鮮の役から帰国した加藤氏は、島津市への抑えとして、佐敷城のさらなる不信を行うが、果たして1600年に、関ヶ原の戦いが起こると、西軍方の小西氏と島津市に挟まれた足北軍は、孤立し、佐敷城は、島津忠長の軍によって包囲される。 加藤茂次は、関ヶ原における西軍敗北の方が伝わり、島津軍が兵を引くまでの約1ヶ月間佐敷城を守り切った。その後も佐敷城の増改築は続けられたが、1615年に一国一条例が布告され、佐敷城は石垣を崩されて廃城となった。1979年に石垣の一部が発見され、 1993年から2001年にかけて発掘調査が行われた。詳細は不明ながら、日後国絵図に描かれた3層の天守閣を再現する公園整備案が持ち上がったが、発掘の結果天守の礎石は発見されなかった。学術的な復元を望む慎重意見が多く、町長選でも天守閣再建反対派の候補が当選したため、 1997年により、石垣の復元を中心として、歴史公園の整備が行われることになる。1998年3月、熊本県指定の史跡に指定され、城跡より出土した、天下大平国土安納と掘られた瓦も同時に、県指定の重要文化財に指定された。同年4月佐式城跡城山公園として、一般公開。 2008年3月28日、近世諸島頃の政治、軍事を理解する上で重要な遺跡であるとして、城跡の83,500平方メートルが国の史跡指定を受けた。ありがとうございます。